ありがとうございました。はい、おめでとう。たるませるといいんだね。ちょっとたるませました。たるましてこう、はい、よし、たるんでこう、たるんでこう。こっちこっちこっち、でっかいやつ、はい、でかっ、下の針に引っかかっちゃった。じゃーん、やったね。あー、でっか、わ、2匹ついてる、すごい。あ、ちょっと待ってね。よし、そうなんだ、うぐいじゃない、でっかい、やったね。でかさぎ、うん、これはでかさぎだと思う。で、これがでかさぎの引きですね。これでかさぎの引きですね。よし、よしよし、これがでかさぎの、あ、これ、これデカサギです。ほら、あ、本当だ、デカサギ、すごい、大きい。鼻かいとか言わない。今動画撮影してたのに、解説してたのに。いいところで鼻かいになって、当たりが出るところで、ほら、ああ、ほらほら、鼻かい、これカットできないじゃん。これでもね、映ってるかがね、わかんないんだよね。ブドウムシに食ってました。下から3番目の針、いいサイズです。山の中は様々な音がするから。何がおるの、わかんない。さっきからね、ヤギはね、いると思う。野良ヤギがメイメイ言ってるもん。なんか野良ヤギなんすかね。野良なの、あ、ごめん、嘘かもしれん。言ってるよね、うん、また来た。ダブルですか。あ、あ、ひろこさんも来てる。あ、なんかでかくない。でかいよ。でかいな。お引きがいいですね。いい引きするね。やっぱ、でかい、やったね。はい、明らかに強い突っ込み。あ、バレた。でかーい。やったね、やったー。お、すごい、いいサイズ出ましたよ。ちょっともう少しアップにしてもらっていい？オッケー、ありがとう。デブやん、デブやん。腹パンパンやん。でっこないわ、このサイズで。うん、でっかいのに。寄せる。15弱ですね。ダブル。ダブル、イエイ。お、なんかすごいよ。なんか激しい。あ、あ、ワカサギついてる。なんか半端ない。あ、大丈夫。うん、すげえでっけえワカサギ。
かわいいね。シシャモサイズ。すごい。なんか天丼にできそうだよね。ワカサギ丼とか。デカサギ丼が。そう。いただきます。はーい。あ、やばいわ。うまい。うまい。美味しい。美味しい。でかいけど、骨も気になる。美味しい。やっぱり。ああ、よかった。美味しい。いただこう。ワカサギを釣ってキャンプをしながらワカサギをあげて食べると。ワカサギキャンプおすすめです。おすすめです。最高。